女が包丁持ってきた時の対処どうしてる？最悪。まあ、なんか、あるじゃん、そういう時って。でも、俺実際経験したことあるけど、退治してみて思ったけど、あ、でも、女が、ナイフ持ってきても、対面から来たら、最悪ぶん殴り殺せるなっていう、わかるのね。戦闘力みたいなのってわかるの。なんだっけな、2週間くらい前やったんだよな、それ。ほんと、列海洋みたいなこと言って、お前さ、いいよ、別に。お前がそうやってね、冗談か本気かわかんねえけど、包丁持ってくるってことは、俺も本気になっていいんだな、つって、こうやって、服を脱いで、よし、言っとくけど、本当に、俺もな、そんな、口ではお前の悪口言うけど、もう手は上げねえようにしてきた。いいんだなって。俺も本気にならざるを得ない。お前が持つってことは、俺も本気にならざるを得ないから。バサッ。刺しでやろう。ちょっと、あ、違う、思い出した完全思い出した。なんかね、口論で完全に思い出した。口論になった時に、その、エラが張ってるから、おめえよ、てめえ鼻赤くてよ、エラ張ってるから日の丸弁当みたいな顔しやがってよ、てめえみてえな女よ、ゴロゴロいんだよ、俺のそばから出てけよっつったんだ俺が。おめえよ、エラ張ってて顔四角くてよ、鼻赤くて日の丸弁当がてめえこの野郎みたいなこと言ったら、向こうが超キレてきて。そうだわ。なんで人の顔そんなこと言うのみたいな。カエルがこの野郎みたいなこと言ってたら怒ったんだよね。最終的には謝ってくれたから、まあいいよって。俺も言い過ぎ、日の丸弁当は言い過ぎだっつって、ちゃんちゃんよなんかでも後遺症が残ってるらしい。それ以降エラが気になるって、ずっとエラが気になるんだよねってずっと言ってるわ。なんかね、面白い骨格してんだよ。待って、こうあるじゃん、人間の顔って。これを、こう切って、上から見た図だと思って。あ、こういう形してると思う。顎。顎の部分ってこういう形してると思うね。で、これ歯で、こっちが歯。これ前向き。こういう形してると思うの。で、エラ張ってる人ってさ、エラだけポコンって張ってんじゃん。こうやってポコンって。エラだけ張ってるじゃん、ポコンって。違うの。形がね、開いてるの、なんかこうやって。開いてるの、なんか。わかる？この角度が、普通はみんなこれぐらいの角度だと思うんだけど、こうやって開いてんの。だから、いや、ホームベースじゃねえんだけど、初めて会ったの。全然わかんないでしょ。ちょっとこれ、ま、もうしょうがねえ、顔出ししてやるしかねえ。くっそ、服着てくるわ。しかも今聞いてきたら、お前さ、この前さ、包丁持った時なんで怒ったんだっけって言ったら、わかんない、忘れちゃったって言ってた。お前今から俺の配信見とけって言ったそれで。それでまたあれよ。包丁よ。わかんない。なんかさ、普通の顔ってさ、ま、俺で言うと、じゃあ断面図で言うとこうなってんじゃん。こう。こう、あ、わかった。こうなってんじゃん、こう。こうなってんじゃん。それがね、こうなってんの。こうなってんのよ。わかる？こうが、こうなってんの。エラー張ってるわけじゃないの。これわかったでしょ？開いてんの。いないの。だから俺は、めちゃめちゃそれ褒めてんの。いや、おめえな。確かに、エラーが張ってっけど、すげえんだからそれはって。いや、顔は別にちっちゃいんだよ。いや、だ、本人には気づかないと思う。え、でも俺はそれは個性だからっていう。俺だって頬骨出てるじゃん。しかも頬骨も出てんのね。だから頬骨も出てんの。頬骨も出てるし、こうなってんの。なんか奥行きが広い。そう、なんかそうこういう感じ。こうじゃなくて、こう。あ、こうじゃなくて、こうじゃなくて、こう。なのね。そう、モンハンのウカムルバスみたいな感じ。そう。そういう感じなんだよね。なんでそんなやついんの？なんか、面白いやつだなと思って。めちゃめちゃ面白いんだよ。踊ったりするし、急に。俺明るいやつ好きだからさ。すげえバカで、なんもできねえけど、急に踊ったりする
やつがいいのね。踊ってほしいの俺、いきなり俺の前で。でニコ動を昔見てたって言ってたから、俺のこと知らなかったんだけど、ニコ動昔 見てたって言って、何が見てたのって言ったら、あれね、私一番好きだったのね、あのゲイツのやつだねって言って、それで、あ、お前いいなって、合格って、ゲイツでんでぐれんで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 こうなってて、ゲイツあれ好きなやつにハズレはいないでしょう。ゲイツそれ合格でしょ、みんな的にも。お邪魔女のゲイツ、マスクで鼻から上隠してうわ出して、タイムジェット消して出して、マスクでお前ここだけ隠して出して出てこいつって出して。あのね、これ言うとすげえ怒られるし、本人もめちゃめちゃ嫌がるし、なんか見てるみんなも、いやそんなわけねえじゃんって言うんだけど、あの子に似てるわ、あの AV 女優のさ、最近すげえ人気の女の子、あの子の方が可愛いよ、ちなみに。もちろんケイト、ああいう顔好きなんだよね俺。なんだっけ、深田恵美ちゃんの方がもちろん可愛いけど、そういう系統、ああいう系好きなんだよね俺。深田恵美可愛くないの子。あのビデオはあんまり好きじゃないんだけど、写真可愛いなと思わない。まあ、ちょっと宮古さん系の、ただ女の子にそれ言うとめちゃめちゃ嫌われるんだよね。深田恵美似てるなって言うと。